スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、萩原直也のスロートーク。皆さんこんにちは。今月もスモールサンインターネットラジオ萩原直也のスロートークの時間がやってまいりました。今から約30分、スモールサンの M&A プロデューサー萩原直也さんとゲストの皆さんと一緒にいろんな話題についてスローに語っていきたいと思います。今月もアシスタントは水瀬亜希です。萩原さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ついにそうね、これでも今鳥なんであれですけど、はい、12月6日公開になってるのこれね、みんな聞いてるのはね、はい、そうですね、これね、あれです、僕の結婚式記念日だなっていう、ね、急にお祝いのお話いやおめでとうございます。しかしな、何十年経ったかっていう話、水井さんとのこのコンビももう3年ぐらいやってんだっけ。そうですね、それくらいになりますね。でもここ2年ぐらいもたってもらったね。本当ですね、もう急に社会が大きく変わってしまって、去年の今頃なんて本当ワクチンもないしさ、うんうん、どうなるんだろうって思ってたけど、はい、ね、今世界的に見てもワクチン接種率とかトップでしょ。あ、そうなんですね、うん、で今ちょっと鳥なんでね、12月目がどうなってるか知らんけど本当ですよね、まあ、今のところ落ち着いてる、ね、落ち着いてればいいけどね、はい、そうですよね、まあ、そういうね、ここ2年ぐらいでしたけど、まあ、今日はね、実はタイトルで ESG とか SDGs ってちょっと出てますけど、はい、僕もこの2年ぐらい本当はね、2018年ぐらいから結構スウェーデン行くようになって、はいはい、あと SDGs、はい、現地で目の当たりにしてそういう言葉に触れ始めたのからするともっと早くね、はい、こういうこの環境だとか社会的な問題の解決とかっていうみんなで取り組むって話になるかと思ったらコロナが来たんで、はい、相当そのニュースとかもだいぶなかったんですけど、ここのとこ相当去年のね、菅さんの発表とかのカーボンニュートラルぐらいから相当動きが出てきたりしてるので、ちょっとね、うん、世の中でこの単語だけが踊ってますが、うんうん、実際どんな風になっちゃってんのかなみたいなことをね、はい、何かこういう話してくれる人いないかなと思ったらちょうどねフリーになった人がいて、ね、街中でちょっとですね自由に歩かれてるのをね、ちょっとね私がですね、ちょっとね呼び止めてきていただいたということです。そんな呼び方をじゃあちょっとご紹介を。はい、本日のゲストは元みずほ銀行常務執行役員、元第一勧業信用組合理事長の新田信之さんです。はい、皆さんよろしくお願いします。どうぞ。ご無沙汰。現在はスタートアップ企業の支援会社ゼロワンブースターの顧問や、はい、海地国際大学客員教授ほか様々な会社の顧問も兼任されていらっしゃいますね。そうなんですよね、むしろ忙しくなってるという、ね、大変だ、よろしくお願いいたします。いや、銀行を辞めて今プーなんで熊野プーさん檻から出てうろうろいろんなとこに出没してますんで石投げないでくださいね。プーとプーがかかってます。そうそう、あ、なるほどね。そう、あ、いやいや、わかりますでむしろなんかね、以前本当ありがとうございます、はい、今日ねお忙しいところ、いい、今まではだからお相撲さんとかこれ聞いてる人たちは、第一勧業信用組合、略して関心がやってるそのインターネットラジオもね、パーソナリティとして今年の9月かまで、はい、担当されてたんで、そういうことでもだいぶおなじみですけど、うんうん、むしろ忙しくなってるんですか。うん、好きなことばっかやってんだけどやりたいことがたくさんありすぎて、そう、はい、むしろねリミッターがなくなった暴走しすぎて暴走クマさん。だってねもうねあれだもん、今日だって肩書きをね、はい、どれにするって言っても山ほどあってね、もうちょっともう一つねいろいろ今新しい金融作るってことユーモって、ね、はい、ユーモの最高顧問なんですけども、うん、最高の子は幸せなんです。そうね、そうなん、面白いでしょ、はい、一番幸せな顧問なの。そうだからね、なるほど、いつもニコニコとっても幸せそうなのそうそう、今日も熊野自ら熊野プーさんとね自己紹介されながらですが、で今回ちょっとね実はもともといろいろその
日体理事長時代にもね、いろいろ僕のスウェーデン人の、はい、スウェーデン人の方を紹介したりとかもあって、ありがとうございました、その説は。いえいえ、で SDGs とかそういうことにすごいね早い段階から取り組みをされていて、今も日本中で講演されてるんですよね。そうですね、まあ、うん、いろんなテーマはあるんですけども、やっぱり SDGs、ESG 絡みの話をしてくれっていうお題もたまにいただくんで、素晴らしい、はい、もうね何でも話が、はい、いろんな話に展開できるというね。この間ねネパールの高校生宛てにね、うん、SDGs の講義をね、マジすか、なんと英語で40分喋りました。マジすか。前なんかでもスイス行った時英語喋れないとか言ってませんでした。喋、うん、れないの喋れない喋れない40分喋った。だって日本語で喋るつもりで行ったら、うん、いきなりネパール人の高校生、日本語苦手な子いるから英語でお願いしますから。アドリブが効くという、すげえ、まあ、そういうちょっとね非常にこういう柔らかでラフに話してくださるんですが、まあ、方から、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思います。非常に金融機関の歴史の中ではね相当なキャリアを積んでらっしゃって、はい、まあ、そういう視点も踏まえた上でちょっと中小企業のね経営者なり、もしくは、金融機関中に、まあ、まあそれ含めてね、日本の ESG とか SDGs についてね、はい、実際どうなっちゃってるのって話を今日はね、はい、短い時間ですけどお話しいただきたいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。萩原直也のスロートーク。あなたならどの資格を目指す？大きくなったら忘れてしまうと思うんです。でも先生に愛されていたんだっていう思いはずっと残っていくんだと思うんです。この手一つで人を幸せにできるっていう仕事、なかなか他にはないと思うんですよ。お客様がどんどん笑顔になっていくので、それをまた見たいと思うから続けてます。誰かを幸せにしたいから、ブラッシュアップ学び。萩原直也のスロートーク。はい、新田さんは2018年に日本の金融機関で初めて国際サステナビリティ金融機関ネットワーク、これは GABV、ね、GABV グローバルアライアンスフォーバンキングゾーンバリューって言います。 ありがとうございます、はい、参加されたり、日本の信用金庫信用組合の中で最初に SDGs 宣言をされたり、すごい、はい、サステナビリティや SDGs やESG についてかなり早い段階からいろいろと活動されていらっしゃったということなんですが、はい、まあ、それでもね、うん、世界的に見る、特にヨーロッパから見るとやっぱり日本は遥かに遅れてたんですよね。そうなんですね。で、本当言うとせめてリーマンショックの後、うん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 、GABB って2009年に立ち上がってるんですけども、これ何かっていうとリーマンショックの後金融機関これでいいのかと、うんうん、と言って、まあね、もっとこうしなきゃいかんよねって言って立ち上がった組織なんですよね。なるほど。ただ、まあ、もうちょっと前から言うと日本って実は1990年代、いわゆる COP3、京都議定書ですね、この時には世界でやっぱりトップレベルにいたんですよ。おっしゃる通りです。1997年、京都プロトコールですね、はいはいはい、でもその後もずっとある意味じゃほったらかしになってて、気がついてみたらばもう日本は化石賞と、世界で環境一番ダメダメ国と、石炭使いすぎしてね、だから2018年にって言っても実は僕は決して早かったと思ってなくて、ね、SDGs 自体が2015年に言われてますから、はいはい、まあ、ね、まあ、そういう意味じゃね、みんなやっぱりよく時代見ないといけないなと思いますね。でも本当そうですよね、はい、今日もう一つの ESG っていう、はい、E が環境、ここ何度もやってます、はい、S がソーシャルの社会で、はい、G がガバナンスって、はい、この言葉自体もアナン事務総長が2006年に提唱したのが最初ですか、はい、相当そこから比べるとも10年以上そうですね遅れてるっちゃ遅れてますね。2012年がリオプラス20でしょ、はい、からまあでやっぱり SDGs 2015年の前からそもそも、はい、MDGs あるんですよね、はい、まあただ別にねこれから一生懸命追いついていけばいいんで、はい、まあ、でもちょっとね最初はイニシアチブ取ってたのにそこにの重要性に気づかずにだんだん後塵を拝して今追いかけるっていうのはなんとも情けない感じがしますけどね。まあ逆に言うとね
あの成功は失敗の母で失敗は成功の母ですから。さすがプーさん前向きでした。いやプーさん最近ね散歩歩くとみんな忘れちゃうんで。忘れるの忘れるのそうあの忘れるの忘れるのあのむしろあれですよ、あの令和でね新しく始めれば、はい、日本って新しく始めると勢いつきますから。確かに、うん、タイミングがちょうど綺麗に切れましたよね、うん、いいと思います、うん、あの、うん、みんなでね、うん、令和の新しい日本を作っていけばいいんで、はい、うん、あの平成の失われた30年の失敗の歴史っていうのは、うん、あの令和の成功のもとですから。いいこと、はい、なんかもう終わっちゃいそうですけど、ね、そのでまあまあ、ですごくねやっぱりあのそういういろいろこの分野でも知見持たれてますけど、今日はねちょっと ESG の全部喋ってるとさすがにちょっと時間ないので、はい、あの特に重要と思われてる環境の E とそれから後半でねあのソーシャル の、 あの社会について話伺うと思いますが、はい、ちょっとやっぱり僕なんかもあのすごくねあの割と懐疑的だった人間側だったのに相当考え方が変わったのはやっぱりね日本にあの海外から持ってきて台風がね、うん、まあ僕も停電したんだけど一昨年あの北海道に行ったでしょ、はい、北海道に行ってジャガイモ取れなくなっちゃって俺かあのポテトチップスが高くなっちゃってもう完全に直結してます。大変。ああいうのね熊さん餌でなくて森から降りてきて大変。そのまたそのモードでも実際ね先ほどもちょっとあの環境って一言じゃないですよね、うん、いやいやあの今ね40年に一度の台風とか言ってるじゃないですか、はい、それがまた来るじゃないですか。そう おかしいだろうと毎年来てますよ ね、うん、だからね要はねあの海水温がまあ今2度上がったって言われてますけども正確な比喩になるかどうか分かんないんですけど感覚的な話で言うと平均体温36度の人が平均体温38度になったら2度って大変ですよ ね、 本当ですね。そう考えるとおっかないですね。確かに、うん、あの僕はスキューバダイビングのインストラクターで海にずっと潜ってましたけども、はい、2度の違いってとんでもない違いですよ、ね、とんでもないな。だから簡単に言うと、うん、今まであの、日本に近づくと台風ってやっぱり冷やされてちょっとおとなしくなってきてたんですね、うん、そうか、うん、それがね冷えないままねバカバカぶつかってきちゃうんですよ。それはやっぱ海水温、うん、なるほど、うん、だから私があの千葉で、あれ一昨年だっけ大停電を起こした時そうです、ちょうど我が家千葉市中央区の真上をあの台風通って風速57メートル、屋根と窓全部持ってかれましたけども、うん、マジですか、うん、僕65年間千葉に住んでるけど初めてですねこんなの。だからもう今日本中でここ数年の中でだいたいいろんなエリアで洪水だとか土砂崩れだとか。いや広島もねひどいじゃない毎年、はい、むしろ環境問題ってこの辺から考えた方がいいですね、うん、そっかつまり単純にこうなんか大雨降った台風が来たで終わっちゃってるけど原因なんだってちゃんと考えるとですね、うん、だから、うん、でこれは少なくとも国がやる仕事でも、うん、銀行がやる仕事でもなくてみんなでやんなきゃダメなんですよね。原因をどうするか、原因というか一つは、うん、もう上がっちゃったんで、うん、これから一生懸命これやっていくって言ってもすぐには戻んないですよね。だからまずこの危機対応をやんなきゃいけない、うん、災害に対してみんなどう、うん、助け合うか、うん、で危機の時っていうのは一人じゃダメ、うん、一方で危機の時全部これ行政がやってくれるわけがない。確かに自衛隊の人も仲いいんだけど彼ら本当に必死にここのとこやってくれてるんですよ、ね、もうあっち行ったりこっち行ったりね。ただねいや私たちだけで全部無理ですと。そうですおっしゃると、うん、だから、ね、やっぱり災害対応ってみんなで助け合わないといけないですね、協助ですね、うん、これがすごく大事なんですよね、うん、だからそういうことも含めてまあ、みんなが何ができるかっていうことを考える時代になったんだと思いますね。そうか、だから、うん、言葉尻ばっかりでだとね、うん、何かよくわからないけどやっぱその身近に起こってる環境変化っていうのは自分たちが引き起こしたっていうことをよく自覚して、うん、みんなで一人が何かに協力して、うん、温度下げるために何すればいいのかっていうことを行動しないとダメだったんですね、うん、まあ、もうこれ以上上げないってことでしょうね。確かに下がらなくても、うん、だから38度が40度になったらもうたまんないじゃないですか。本当だ、うん、だからまず38度以上上がらないにしその中で、危機対応とそのリスク管理と両方ですね。確かに、はい、
まあ、実際でもどんなことするのかって、まあね、あの小泉環境前大臣が、うん、あのレジ袋やめたりとかっていうのもありますけどね。はい、あのただね、うん、ちょっと世界的に大きく動いてきたなというのはこの半年なんですね、うん、まあ、なぜかっていうとパリ協定なんかやめたって言ったらトランプさんがいなくなってで俺はやるぞって言ってるバイデンさんに変わっちゃったから、はいはいはい、で G7 なんかでもヨーロッパの国はもともと環境に対してはすごく深刻に受け止めてて必死だったんだけど、はいはい、アメリカがそっぽ向いてたんで、うんうん、日本も一緒になってアメリカの陰で僕らもなんかめんどくさいからほったらかしてこうみたいな感じだったのが、その肝心のアメリカが、もうやる気ムンムンになっちゃったわけですよ。確かに。だからもう日本逃げ場ないですね。うん、で、あの菅さんがあれ4月ですかバイデンさんと握ってきて、うんうんうん、日本もやりますって言っちゃったわけですね。うんうん、だから今あのそれに反応してあの、まあ、政治家だとかあの官僚の皆さんもうこの半年ぐらい大変ですね。やりますって言っちゃったもんって。相当ね、だからスピードが変わりましたからね。うん、これはあの一気にで日本ってね、あの火がつくとみんな一気に行きますから。そうなんです。だからそういう意味で遅ればせながらなんだけども、環境に対して多分これから行政も金融も動きますね。あ、はい、金融はどうですかね。金融はねメガバンクがやっぱり一番反応早くて、この4、5月頃、3メガ一斉にもう火力発電所には新規融資出しませんと宣言しましたよね。急に悪者になっちゃった、うん、いやあれマイクロなんですよあの世界の中であの、ワースト5にいつも日本の3メガって入ってて、あ、いわゆる地球温暖化に対して一番悪者の金融機関と、どこに融資してるんだと。なるほど、で石炭火力発電所にあの世界で一番たくさん融資してるのは日本の3メガですからで世界中からあいつらけしからんって言われてて、あのまあ、今まで多少ね、まあ適当にお茶濁してたのがさすがにここまで来ると、あとやっぱり国際的なマーケットの中ではあのこういったことをちゃんとやってないところがもうリスクになってきましたね。むしろ、うん、だからあの例えば東京三菱さんなんかも、いやうちはグリーンボンドそれ以上にやってるんですとかね、あ、急に出しましたね。もう盛んにやってるんで、うん、だからこの潮流っていうのは一気に来ると思いますね。来年やっぱり TCFD とかね、うん、ああいうのも急にやっぱさらに加速しますよね。まあ、この後 COP26 でどういうふうになってくるのか、あるいは、ね、岸田さんが新政権の中でこの辺どういうふうに言っていくのか。まあ、今ね、うん、選挙の報道しかないけど、うん、COP26 に向けて世界は動いてますからね。だからあの中小企業の方でもこういう環境関係の仕事に関わってる方はもしかするとチャンスです。あ、確かに。お、大変なマーケットが生まれる可能性ありますね。あるいは金融的にも、はい、あのいろんな補助金とかいろんなサポートが出る可能性ありますね。ちょっとこれね、 COP26 の後に公開になるかちょっとどういうまでだっていうか、はい、皆さんまたあの追って連絡ですけど、いえ後半もちょっとね、あの、はい、面白い話聞かせていただきたいと思います。はい、引き続きお話を伺いたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、萩原直也のスロートーク。メロワークスは東京、埼玉、神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています。全店ドリンクバーが無料でつき、地域最安値を実現。一人カラオケも大歓迎。子育て世代にも優しい特典があります。大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしています。お客様に廉価で楽しい時間と空間を、それがメロワークスのモットーです。萩原直也のスロートーク。はい、前半いろいろねちょっと面白い話聞かせてもらっても、はい、台風から来ましたけど、はい、あのコロナがね、あのここで、うん、まあ、一応、まあ、収束したりとか、まあ、対策が見えてきて、まあ、だいぶあの、うん、世の中も変わったんですけど、こう社会、ね、あの ESG と S ですけど、はい、
もう人と人の関わりとか、はい、そういうところも相当変わってきましたよね。うん、まあ、前半ではね、まあ台風の話、いいエンバイロメント、はい、SDGs でいうと SDGs もあの17、僕頭悪くて覚えきれないんで、いつも5つぐらいプーさん覚えられるんですね。で5つずつ覚えてくる。そう5つなんですね。5つってのは、はい、SDGs もあの5つの P って言ってます、はいはい、P ってのはピープル、はい、これはソーシャルですね、はい、プラネット、これエンバイロメントです、はい、それからプロスペリティ、はい、これは持続的繁栄です、うんうん、それに16がピース、17がパートナーシップ、うんうん、だから、SDGs も1から15っていうのは、3つの P、 トリプルボトムラインって言ってますけれども、はい、まあ、言ってみれば ESG とリンクしてると思っていただければ結構 で、ね、でちょっと後半はソーシャル、はい、このピープルですね、はい、ここのところそうですね、今さっきもちょっと、ね、今解説をすると、はい、SDGs17 個あるけど、はい、最初の5個がピープル、うんとね、7までか、うん、1から7、はい、ピープル、きれいにさっきのね、はい、ピープルとプラネットとそれからプレスペリティにそれぞれ当てがわれ、最後の2つがね、うん、あと残りの2つっていう、そういうふうに実は組み立てられてる。あ、そうなんですね、うん、そう、うん、そういうふうに高校生にも授業で教えました。すごく分かりやすい、はい、なるほど、うん、そうか、バラバラに なんか置いたんじゃなくて、数字が置いてあるわけじゃないんですね。貧困をなくすから始まってる、はい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 、あれは実は人間、うん、ピープルから来てる。そうか、そうですよね。 それでね、まあ、ソーシャルでもピープルでもいいんですけども、このコロナって考えさせられません？はい、だって、うん、例えば国際的な貧富の差、確かに、ね、コロナワクチン打てない国がいる、あるいは国内の中でも、ね、さっさと打った人と、確かに、いつまでたっても打てない人と、うん、まあ、そういう意味で、まあ、あと言うと、ですね、社会っていうのはやっぱりみんなが助け合って、共助、相互扶助、うんうん、お互いに助け合って成り立ってるのが、コロナって政治的には分断の政治だったんですよね、うん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 、うちの県には来ないでくださいとかね、確かにそうですね、外人来ちゃ困りますとか、はい、まあ、ある意味では連帯とか絆をぶった切って、ね、うん、壊しちゃった部分があって、確かにそうですね、そういう意味では私たちは、まあ、多分このアフターコロナなのか、アフターウィズかもしれませんね、うん、そうですね、ウィズコロナの中でどういうやっぱりお互いの絆を深めていくのかと、うんうん、これを多分考えなきゃいけなくて、うん、で、まあ、実はこの、まあ、共助を助け合う、この絆が実は新しい価値を生み出す、うんうんうん、で、ね、このプーさんちょっと真面目に話してますので、どうしましょうかね。大丈夫です、新しい価値ってどうやって生み出すかっていうのは、はい、これはずっと山口さんが昔から言ってますね、うんうん、繋ぐということです、うん、山口先生ね、そう、相撲さん、そう、一人じゃできない、はい、で、大事なことはウィズコロナ、アフターコロナ、いろんな社長さんたちが新田さん早く元に戻んないかねと、とおっしゃるんですけども、僕は逆に戻りまへんと、うん、強烈に先に進みますよと、あ、もう時間軸戻るんじゃなくて、コロナによって時間軸が5年ぐらいもう一気に先に進みますね、うん、環境が激変します、うん、だからこの環境に激変できたところにとってはむちゃくちゃチャンスです。確かに、ただか、もうダーウィンが言うあれじゃないけども、環境が変わった時っていうのは強いものが生き残るんでもないんです、大きなものが生き残るものでもないんです。人類の祖先の小動物のように環境に適応できたものが生き残る世の中今なっちゃったということなんですね。なるほど、はい、まあ、その意味も含めて金融機関もこのコロナで傷んだ後、今、それこそ補助金で何とかしてるけども、じゃあすぐ、業務が立ち上がるのか、じゃあ、ね、ゼロ金利とはいえ借りちゃった金返せるのか。確かに借りてるんですからね、うん、だから、もらったんじゃなくて、そう、これをだから一緒になって新しい環境下でどういう事業をするかということをみんなが未来に向けて考えなきゃいけない、うん、まあ、その辺が多分この、うん、なんていうのかな、ソーシャルでありプロスペリティ、持続可能な、まあ社会であり経済、うん、まあ、こんなところだと思いますけどね。結局だから進化を促されたというか、環境が変わっちゃって、だから元に戻んないかなって待ってちゃダメでね、変わったものに対応せよと、うん、それをでむしろ前向きに捉えないとダメですね。え、
疾風に軽装を知るという言葉があるんですけども、はいはい、軽装というのはしなやかな草、うんうんうん、英語で言うと GVB の6原則の中で一つ、うん、レジリエンシーっていう言葉があります、うんうんうん、いわゆる、まあ、しなやかさというか、うん、適応力というか、はいはい、曲げられても戻る力、うんうん、だからそういうこう、まあ、しなやかな強さを持ってるとこある意味じゃ本物かどうかですね、うん、なるほど、うん、本物かどうかねが問われてますね。本物というのは要するに本当にこうどんな時でも必要とされてるビジネスだったり、うん、まあその本当の価値、なるほどね、まあ植物でいうとしっかりした根を張ってるかどうか、あなるほど、うん、だからまあいろんなお会社の社長さんにはぜひお客さんや社員との絆を今深めてくださいと、人と人との絆が中小企業の根っこになりますよ。確かにそうね、なるべくこうネットワークが広い方が根っこもしっかり張れるし、より広く、そうです、ね、あるいはより深くですね、うん、こういう時だからこそね、うん、やっぱり辛い時って人は寄り添うようにできてるんで、本当ですね、うん、それ自宅で引きこもりしてる会社か本当に今社員とお客さんと助け合って寄り添えたかっていうのが多分、まだら模様みたいにこれから白黒出ちゃう、そういう意味じゃ怖いですね、偽物が淘汰される時代だと思います。確かにこれだからESG とかね、うん、SDGs って言葉尻だけだと何かそこに書いてあることやらなきゃっていうことになってなりがちなんですけど、うん、そういうことじゃなくてもう一回足元見直してね、うん、社会っていうのはつながりなんだっていうことを理解した上でやるべきことを考えると、うん、だからあなたの会社はあるいはあなたの商店街はあなたの街は持続可能ですか、あ、そこにつながりますね、この問いかけだと思います。 ESG も SDGs も確かに、でこれは金融機関もみんな一緒なんです、うん、本当ですね、うん、一蓮托生ですもんね、そうだ、誰が先で誰にがというんじゃなくて、はい、一緒になってやらないと、うん、という、まあ、ただ一緒にやるってもともと日本人得意だから、いや本当それだってね、もともとはだってもったいない運動だってね、はい、そういうつながりが実は始まってたし、はい、ねちょっとこっちは悪いんだけど西洋かぶれの人ってこれエア上まずいですかね、いや大丈夫でしょう。なんていうんだ、この10年、リーマンショックの後、うん、ヨーロッパのいろんな研究とか論文が急速に東洋化してますよ。ほう、ものすごく東洋思想に近づいてますね、うんうんうん、むしろ僕らはむしろ日本がもともと持ってたその和を持って先人の、うん、そう知恵、うんうん、文化、これをやっぱり、ね、見直すのがある意味では新しい日本のスタートになると思いますね。素晴らしい、いいオチに近づいてきましたけど、ね、はい、やっぱりでももともと江戸時代なんてね、世界最大の都市100万人都市で完全ナサーキュラーエコノミーだったっていうね、うん、完全にだって鎖国してんのにみんなで寄り添って生きててぐるぐる回ってんだもん。確かにそ う, よそうですよね、うん、だからそういうことを考えるとね、日本のやり方とか実は横文字ばっかりやってないで足元見直してみて、割と希薄になっちゃったものをもう一回強くするっていうのは方法かもしれませんね、うんうん、と思います、うん、まあ、そこから先はスモールサンゼミで講演いたしますんで、なんなりといいオチになっちゃう。まあでも本当に言葉尻だけじゃなくてね、足元見てもう一回つながり考えようっていうのはソーシャルの部分で大切だし、うん、こういう話はもう一回ね、いろいろちょっと、ね、今日面白かったんでね、また、はい、機会があったら話聞きたいですけど、やっぱね、はい、やっぱプーさん見るとこ違うという感じでですね、面白かったなと。今日本当ありがとうございます。ありがとうございました。萩原直也のスロートーク。日本一おいしいどら焼きをはじめ、中尾清月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります。味わい、彩り、時を受け継ぐ技、心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心、富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんか。スモールサンは1600名に上る中小企業経営者と
10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。萩原直也のスロートーク。はい、というわけで、はい、今日は日本の ESG や SDGs をちゃんと考えようというちゃんと、ね、ことでお話をお伺いいたしましたが、新田さんいかがでしたでしょうか。なんかあんまりアカデミックな話しなかったんだけど、これプーさんでしょうがないいやでも分かりやすくて、いや逆ですよねこれね。こういう根源的な問いを最初にしてから、うんうん、ああいう流れを理解しないとどうしても言葉尻に走っちゃう、うん、そうですよね、うん、なんか、うん、ね、根本が理解してないっていうか。僕ね、今小学生になる孫が2人いるんです、はい、ある意味じゃSDGs とか ESG 考えるって、この孫たちのことも、おっしゃる通りです。本当それ、うん、2100年に生きてるのは彼らだから、だから、ね、未来のことをどう思うか、うん、あのやっぱり政治もあるいは僕らの年代もそれを一緒になって若い人たちと多分対話しないといけないんだろうなと。おっしゃる通りです、うん、本当に。まあ、でも今までできてないってことはこれからやればどんどん良くなるっていうことなんで、これが前向きですよね、はい、今までできてないからもうやらないんじゃなくて逆だそう逆これからやるんだそう。しかも江戸時代できてたというね我々ね。いやもともと日本人は和をもって尊しとなす民族ですから。そうですよね。もう農村社会でもうみんなで田植えしてみんなで稲刈りしてたんですから本当、はい、なんかね、まあ、大量生産大量消費という、うん、まあ、あの産業革命以後のねヨーロッパのやり方で世界は発展したけども、うん、もう一回原点に戻るっていう意味だと、うん、はい、アジアのやり方とか、うん、大事なんだなと。資本主義についていろいろ言われてますよね、はい、まあ、私らあの今僕ユーモって会社の最高顧問もやってて、うん、これは共感資本社会って言ってるんだけども、はい、まあ、あの共感、人と人との共感、うん、まあ、これがやっぱりベースになっていく、うんうん、あの金融機関で言ってるリレーションシップバンキング、まあ、これも、うん、あのリレーション、人と人との関係性が資本なんだっていう、うんうん、だからこういうお金ではない数えられない目に見えないものが実はすごく価値があるんだと、うん、これって東洋的だと思いません？本当ですね、うんうんうん、一周回ってそこに戻るって感じ、うん、なんか螺旋的な発展っていうイメージがしてきますね、うんうん、DNA だ、であの、まあ、問いかけ、まあ、さっきの中で自分たちって何だったの、まあ、ホワイっていう、ハウトゥーではなくてホワイっていう問いかけって、うん、結構座禅とか、うん、と思いません？うんうん、確かに、はい、あの自覚、自分との対話、ね、というようなね、まあ、あのそういう時代だと思いますけどね。いやこれ、ね、今年最後の放送で相当ね、来年に向けて、令和4年ですから来年ね、はい、もう4年目だよ。そうか、まあ、ただあの新しいきっかけが実はもうあの災い転じてじゃないけどね、うん、あのもたらされたと考えるならばすごくあの再スタートを切るにもいいチャンスだし、うん、前向きに捉えてね、うん、でさっき前半にあったようにこれをこうチャンスと捉えて中小企業なんか戦えるかもしれない、はい、特に若い経営者ね、大チャンスですね。いいお話じゃないですか、はい、まあ、そんなわけでですね、本当今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さて次回は2022年1月3日の放送です。ついに2022年になってしまいます、はい、怖いよぜひ聞いてくださいね、はい、それではまた来年。